プロボクシング WBO アジアパシフィックスーパーフライ級タイトルマッチ12回戦大橋哲郎申請 TKO10 回2分48秒中川健太美二2024年4月6日東京後楽園ホールプロボクシング WBO アジアパシフィックスーパーフライ級3位大橋哲郎25イコール申請が王者中川健太38イコール美子 50回 tko で下し新王者となった [1 期やったぞ試合後コーナーポストに駆け上がった大橋は絶叫しなき親友に勝利を捧げた昨年12月のタイトルマッチ後に緊急解答手術を受け先月2日に亡くなった同門の穴口一樹さんはプライベートでも仲が良くお互いを高め合ってきた親友を失ってメンタル面でどうなるか不安だったと振り返りながら 彼に感謝したい、とリング上で穴口さんの遺影を手にの表情を浮かべた。WBO 世界同級2位にランクインする中川相手に序盤から真っ向勝負。右ジャブを上下に散らし、フェイントを織り混ぜながら手数を出した。9回には左ストレートで相手をぐらつかせると、10回には左ストレートでダウンを演出。立ち上がった相手にパンチをまとめ、 レフェリーストップに持ち込んだ。しっかり剣に当たった感じはあった、と激闘を振り返った。両者は21年にフィリピン合宿で共に汗を流した間柄。大先輩、と尊敬していた相手との対戦に、中川さんとの対戦が決まった時、むちゃくちゃ怖くて僕のボクシング人生を終わったのかなと思った、と苦笑いしながらも、今日絶対勝つと決めて2ヶ月半死に物狂いで頑張ってきた。 中川選手の存在が僕を強くした、と先輩に感謝した。明日7日は奥さんとの3度目の結婚記念日。1日早いけどいい記念日になったと思う、と赤いベルトを手に笑顔を弾けさせた。